こんにちは、メディア学部の三上浩二です。同じくメディア学部の渡辺太一です。本日はメディア学部のプロジェクト演習インタラクティブゲーム制作で開発したゲームについて紹介をしたいと思います。まず皆さんの前にここに椅子ありますよね。これ実は椅子ではなくてゲームのコントローラーなんですね。実際にこれどんなゲームか紹介をします。でこの椅子の中にですね、実はこれコントローラーになっているものがありまして、これを前に傾けるとキャラクターが前に飛んでいって、後ろに行くと当然後ろに下がる、右左とこういう形で十字キーと同じような操作ができるようになっています。でこのコントローラーを駆使して、敵と、ちょうど押し出し相撲のような、そういったような競技を遊ぶ、そういったゲームになっております。でこの操作系実は結構メカニズム複雑になっているので、そのあたり渡辺先生にご紹介いただければと思います。はい、実はですねこの椅子の、下の方にはですねこういうものが内蔵されてまして、でこれ非常に小型のコンピューターとセンサーですね、ここが椅子の角度というのは常に検知して、実際のゲームの PC にですねデータを送って、そしてこうあるですねプレイヤーの操作に合わせて動くという、そういう仕組みを実現しています。これは実際学生が自分で作ったものですね。で他にもですねこのゲームはこのヘッドマウントディスプレイといいまして、これをかぶってですね、かぶると立体視でこうはですね中に入ってですね、でいろいろ頭の向きに合わせてカメラも動くので、まるでゲームの中のに入ったかのようなですね、そんな体験ができるですね新しいデバイスです。こういったものを積極的に取り入れて新しいゲーム作りというのを試みています。メディア学部のプロジェクト演習の特徴はこういった新しい体験、今までにないようなゲーム体験をプレイヤーに与えるために、さまざまなデバイス探していって自分たちで組み合わせて実現する、そういった自発的な取り組みをしております。